はい、じゃあ今回もサカツク DS の動画やっていきましょう。まず最初の目玉補強、これは元鹿島のゴールキーパー曽我畑です。昨シーズン現役引退をされて、今はそのまま鹿島でゴールキーパーのアシスタントコーチをされているということで、まあ、J リーグを代表する、まあ、有名なゴールキーパーですね。はい、で、シーズン最初のクエストが、最初のホームゲームで、まあ、勝利ということで、対象の試合がこれはカップ戦の水戸戦ですね。はい、まあ、順当に3対1で、まあ、勝利ということで、まあ、幸先よくスタートを切れました。J1 初年度ですね。はい、と思ってたんですが、これえぐいですよね。昇格組のチームがいきなりリーグ戦で、3連勝とか、ちょっと無謀ですよね。まあ結果はまあご覧の通り、これ負けるんですよね。ただ開幕戦鹿島とやって3対2でっていうのは、まあ決して悪くはないですよね。うん、だからね、そういう後ろ向きなことは言ったらダメですよね。まあ勝てない試合じゃなかったと思うので、とまあ言っても、まあ、こうやってねタイトル、まあ、獲得、まあ、できるようになりました。結構、はい、これが通算2つ目の、クラブのタイトルですね。ジャパンイースタンカップということで、これが、東日本シリーズっていうカップ戦でしたかね、確か。でそれを制したので、全日本シリーズという新しいカップ戦が、まあ、開放されましたね。はい、またチャレンジ頑張っていきたいと思います。なんで、よろしくお願いします。応援してください。はい、ちなみに獲得賞金1億5000万ですね。まあでもこのゲーム意外とアイテムが金額高いので少ないですね、やっぱ。あーで、こういうなんかね、ちょっと変わったクエストとかあるんですよね、これ。スタジアムにショップを設置して、対象選手がその後、3ヶ月間でゴールを決めるっていうね、ちょっと無謀ですね。まあ、使ってない選手とかなので、まあ、かなりハードルの高いクエストになってますね。で、次の、これが、次、出るカップ戦ですね。はい。この式シリーズってやつが、今選べる中では一番格式の高い、レベルの高いカップ戦になってますね。で、これフレンドリーシリーズっていうのが、まああったみたいなんですよね、これ。これすっ飛ばしちゃってて、多分ゲーム始めてからですね、最初にやるのがフレンドリーシリーズで、今さっき制覇した東日本シリーズっていうのはその次にやるっていう、まあ、段階としてはちょっと一つ飛ばした感じなんですけれど、ただそれがなかったら逆にもっと早く昇格できてたかもしれないですが、まあどっちが良かったんでしょうね、実際。まあ、僕は、まあどっちかっていうと、しっかりとチーム作りたい方なので、まあそれでもいいのかなと思うんですけれど。まあね、当然優勝しますよね。まあ、戦力がかなり育ってる状態なので、まあ、これで勝てなかったらおかしいよっていう戦力ですよ、今のうちは。これ、出てるチームは、これ J2 しか多分いないので、今だともう、ちょっとダントツの強さだと思います。それだけ成長していますので、そりゃ得点王と MVP も2冠達成も、まあ、それぐらいはしてくんないとね。はい。ちょっと格の違いを見せつけてほしいですね。はい。で、まあさすがに一番簡単なカップ戦だけあって獲得賞金が5000万円で、うんっていう感じですね。ちょっとうんって感じなんですけど、まあ新しい監督と契約ができたので、はい。まあ、このまあ監督をまあ、起用するときにまた詳しく、まあ、ステータス等は、まあ、ご紹介したいなと思います。
これがですね、今フレンドリーシリーズの、これがですね、フレンドリーリーグの方を制覇したので、次はフレンドリーカップですね。はい。フレンドリーカップの方に挑戦します。まあ、これも楽勝で、まあ、勝てるとは思いますけど、はい。ブラジルで、使ってないのでね、結局。それは失敗しますよね。カレー祭りっていうのはちょっと気になりますけどね。はい。お、出ました。おなじみですね。はい、来ました。これ、おなじみのロスタイムでゴールを決めるっていうね。もうお得意ですね。うちのチームは非常に、ロスタイムに強いですから。まあ、そりゃ優勝もしますよ。もうこんだけ強いですから。はい、前回の大会に続いて、広橋が得点王ですね。はい。さすがにちょっと MVP と2冠っていうのは、まあ、連続ではできなかったですけれど、まあ、このカップ戦自体はね、まあ、取って当たり前の感じなので、今では。はい。まあ、本当にね、半年も経たないで、まあ、シリーズ制覇したので、次はこのトライアルシリーズっていうのが、まあ、開放されたみたいなので、はい。これにも挑戦していこうと思います。なんで、応援よろしくお願いします。はい。これも、本当に相変わらずロスタイムに強いんで、次出るシリーズは、これ、西日本シリーズっていうのが、まあ、あるんですね。東と西で分かれてるみたいで。東西制覇を、まあ、してやろうかなと思います。はい、ということで、今回の動画は J1 初年度の前編ということで終わりたいと思います。最後にチャンネル登録と、評価ボタンの方、よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。